シェイク・ハシナ・ワゼドは、バングラデシュの政治家、首相。バングラデシュの二大政党の一つ、アワミ連盟の党首。同国南西部のダカカ管区、ゴパルガン受験トゥンギパラ出身。信仰する宗教は、イスラム教スンナ派。日本のメディアでは現在はシェイク・ハシナの表記が、一般的だが、シェイク・ハシナと表記される場合もあるほか、かつては、ハシナ・ワゼドとする記述もよく見られた。 パキスタンからのバングラデシュの独立を果たし国府とされるムジブル・ラフマンの長女で1975年にクーデターで父が暗殺された際にイギリスにいて生き残った。以後、インドで亡命生活を送ったが1981年に帰国を果たしアワミ連盟の党首となった。その後、1983年にフセイン・モハンマド・エルシャドが クーデターで政権を握り大統領となると、アワミ連盟を率いてこの政権に対する反対、運動を展開し、このため再三難禁されることとなった。エルシャド大統領の軍事独裁政権が倒れた後1991年の選挙では、ライバル、カレダジア率いるバングラデシュ民族主義党に敗れたが、続く1996年の議会選挙には勝利し、首相に就任した。 1997年に首相として来日した際には、早稲田大学から名誉博士を贈られ、記念講演を行った。しかし、2001年の議会選挙では再び、カレダジアの民族主義党に敗れゲアした。2007年に予定されていた次の選挙は、非常事態宣言によって延期され、橋名も、強括容疑で捜査を受ける異例の事態となったが、 結局選挙は2008年12月に実施され、アワミ連盟を軸にエルシャド派なども結集した、政党連合、大連合が、圧勝2009年1月に、橋永再度、首相に就任した。2014年5月には訪日し、バングラデシュの国旗について、父は、日本の日の丸を参考にした。と証言した。ありがとうございます。